はじめまして、 NPO 法人アンリフと申します。私たちは医療的ケア児と呼ばれる生きるために人工呼吸器や胃ろうを必要とする子どもたちと家族を支援する団体です。医療的ケア児という言葉、皆さん聞いたことありますでしょうか。なかなか日常の中で聞くこと少ないかと思うんですけれども、例えば先天性の病気などで息をする力が弱かったり、ご飯を飲み込むのが苦手だったりする子どもたちがいます。こうした子どもたちは人工呼吸器を使って息をしたり、チューブから栄養を取ったりする必要があります。そうやって医療の力を借りて生きる子どもたちを総称して医療的ケア児と呼んでいます。医療的ケア児の育児には大きく3つの課題があります。まず1つ目は情報不足です。家族は病院で行っていたケアを自宅で自分たちでやらなければなりません。例えば私の娘は寝たきりの医療的ケア児でした。胃ろうから栄養を注入し、呼吸管理のために酸素も必要でした。ですがケアで何かわからないことがあってもネットには何の情報もありません。娘を外に連れて行きたいと思っても、酸素ボンベなどの医療機器がたくさん必要な娘をどうやって連れて行けるのか、その情報がありませんでした。このように医療的ケア児が急激に増えた結果、生活のための情報提供が追いついていないという課題があります。2つ目が経済的不安です。医療的ケア児を育てていると、片方の親が育児や介護に付きっきりになるケースがほとんどです。医療的ケアがネックになり、預かってくれる施設もほとんどありません。実際私の娘は毎日15分おきに痰の吸引が必要でした。娘のお世話をするため私は仕事を辞めざるを得ませんでした。このように医療的ケア児を育てる家庭では、世帯収入が下がり余裕のない家庭が増えてしまう、そんな課題があります。3つ目は社会参加の少なさです。仕事も辞め、家で子どもの介護をずっとしていると、だんだん社会に参加する機会が少なくなっていきます。私はちょっとお醤油が切れたから買ってくるなどの気軽な外出すらできませんでした。家庭に引きこもりがちになり、社会から取り残されたような孤独感を感じる家庭がとても増えています。私たちアンリーシュはこうした課題を解決するために、医療的ケア児の情報に特化したウェブメディアと YouTube を運営しています。ウェブメディアは現在200本以上の記事があります。知っていれば困らなかったのにという家庭でのちょっとしたケアのコツや支援制度について、また実際に医療的ケア児を育てるパパやママの貴重な体験談を載せています。こちらは主に当事者家族の情報不足の解消に役立っています。また YouTube は1万6000人現在登録者がいます。実際に医療的ケア児を育てるご家族と医療的ケア児たちに出演してもらって、生活の様子などを動画にして配信しています。社会にこういう子が存在するんだと周りに分かってもらうだけでも、ご家族はとっても暮らしやすくなります。またアンリーシュでは、さまざまな理由で家族写真が撮れないご家族に向けて家族イラストをプレゼントしています。医療的ケア児は外出が難しい上に入院もとっても多くなってしまいますので、家族揃って写真を撮ることがなかなか難しい現状があります。そういったご家族に向けて、何枚かの写真から1枚のイラストを制作してお渡ししています。イラストだからこそ可能な、こういったご兄弟揃ってのお衣装とか、また亡くなってしまった子どもも一緒に兄弟として写真に載せてほしい、そういったご要望を叶えることができています。これも大変好評いただいてます。私たちアンリーシュの活動は皆さんのご寄付によって支えられています。ぜひ皆さんからも応援いただきたいと思っています。アンリーシュの活動に興味を持ってくださった方や、医療的ケア児とご家族を応援したいと思った方は、まずこちら、月々1000円からの定額寄付、アンリーシュサポーターズです。
毎月ランチ1回のお値段で医療的ケア児とご家族を応援することができます。また単発のご寄付も可能です。500円からお好きな金額をご寄付いただけます。さらにぜひ YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。皆様のご支援お待ちしています。ありがとうございました。